いけてますか、はい、はい。さあではよろしくお願いいたします、はい。最初にですね使うものはこちらなんですが、こちら、これまあ形何角形か分かりますか。あの英語でも大丈夫です。何角形、何角形、形シェイプ、あ、はい、はい、ですか、はい。これまあ日本語で六角形、うん、英語で言うとヘキサゴン、はい、ヘキサゴン。では真ん中いきますよ。これぐっとねじりますね、うん、これでねじりまして、こういうふうにギュッと持ちますと、うん、まあ、なんとなく形がこうリボンみたいな感じ、はい、なるかなと思うんですが、ここでもう一つ使うものがあります。こちら、はい、はい、ものすごく怪しいキラキラの筒がありますけども、うん、実はこの筒の中に忍術の粉というものが入ってます、うん、忍術の粉あんまり信用されてないと思いますけども、うん、この忍術の粉を少しこうちょびっと振りかけますと不思議なことが起こります、うん、ではかけますね、ちょびっと振ります。ちょっと期待外れで申し訳ございません。これ音がちょびって言います、うん、ちょび、ちょび、ちょび、うん、ちょびですか。で、今忍術の粉をかけましたので、はい、不思議なことが起こります。よく見ててください。いきますよ、1、2の3するとですね、おー、わかりますか。おー、はい、すごい、2つに分かれました。こちら忍法分身の術でございます。分身、分身の術、忍者のね、分身ということで、あ、はい、はい、で、これで終わりじゃないんです、うん、ここからです、はい、今からお二人の手の中で忍術が起こります。おお、では、はい、じゃあ最初トノからいきますね、はい、はい、2つあります。どっちか好きな方をピッて指さしてください。こっちがいいですか、はい、ではトノ、手をこういうふうに、はい、でこちらトノが選ばれなかったを拙者が持ちますので、トノはこちら同じようにグッと握ってください。でこっちも入れ、はい、今それぞれ1個ずつ持ちました、うん、ではいきますよ、忍術の粉、これをかけますと手の中が少しこうクッと動きます。いきますよ、そういうことです。動いてません、動いない、何もなさそうでございますな。しかしとの変化起こっておりますぞ。こちら、うん、なくなりまして、え、そちらへ行きました。どうぞ、はい、おお、瞬間移動の術でございます。瞬間移動、わあ、すごい、はい、ありがとうございます、はい。さあではですね、うん、ちょっとこうカメラをチェンジしていただきまして、はい、今度姫にね体験していただきます、はい、映、はい、って映りますか、はい、今度は2つ一緒に持ってもらいますね、はい、姫ちなみに、うん、手はどっちが右ですか、うん、右手に置きます。グッと握ってください。でこっちに切れる、うん、はい、では今2つですからちょっと多めにかけます、はい、かけました、うん、まだ大丈夫ですね、うん、はい、じゃあ手をカメラの方にグッと向けてください、はい、でそのまま開けますとちょっと面白くないので、うん、こっち向きにしてもらって、うん、手の力を少しこうふっと緩めてみてください、うん、なんかわーっときてません？あ、なんかうわーっと、はい、おお、はい、3つになっております。1つ、2つ、素晴らしい、3つ、はい、すごい、いいですか、映ってますか、はい、さあではまた入れ替えてもらいましょうか、はい、さあではですね、いよいよ最後でございます、はい、最後3つ、ちょっと量が多いですけど片手でグッと握ってください。しっかりとグッと、で、こっちが来て、こっちが来て、いきますよ、いきますよ、さて、最後にお聞きします、まずですよ、今、殿の手の中はいくつあるでしょう。4つ、4つ、1つ、4つと1つ、5つか。では正解を発表します。正解は、うん、こちら、4つ、4つではなくて、うん、最後だけ4になります。おー、4、うんうん、どうぞ、4です、はい、最後はですね、はい、形が4に変わってしまう変化の術でございました。わあ、すごい、ありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか。ああ、楽しかったよ。以上で拙者の忍術終了でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあではこの後もごゆっくりとお楽しみください。はい。はい、ではご覧で、忍。忍。魔の。